福彰集は中華民国の軍人。石膏軍出身で、後に国民革命軍に参加した。字は、南、南。1907年に陸軍小学に入学し、1911年、南京陸軍第四中学に進学した。この時期に中国同盟会に加入し、同年に武将危機義が勃発すると、陳河羅と共に武漢へ赴いて、 革命派に加わっている。中華民国成立後は再び軍事を学び、1912年に清川第一軍艦予備学校に入学した。1914年、ホテ陸軍軍艦学校不評科に第二期生として進学している。1916年5月に卒業すると、石膏陸軍で軍歴を重ねていく。1926年、国民革命軍第十六軍。 第2次参謀長に任命され、北伐に参加した。翌1927年、上海に駐屯し、中国共産党系の工人救察隊を武装解除することに従事した。1932年、第一次上海事変勃発とともに、宿昌州は、中央軍構想隊長兼第5軍参謀長として、日本軍との戦いに参加した。 翌1933年の頂上高専においても、保定警備司令検新兵訓練所所長を務めている。同年春、洛陽中央軍艦分校主任に任ぜられ、10月には、大四祖寺軍組織部参謀長を兼任し、復権事変の鎮圧に従事した。1935年4月に、陸軍少将区組を、1936年10月に、 陸軍中将区組をそれぞれ授与された。同年12月、西安事件が勃発すると、落葉の統制を維持しつつ、同艦を迅速に、日中戦争が勃発すると、畜生州は部隊を率いて、高画防衛の任務に当たった。1938年秋、艦中に移駐し、学船艦編区警備総司令、国民政府軍政部第四補充兵訓練所所長に、 任命されている。1944年3月、先生省政府主席に任命され、さらに同省法案指令も兼ねている。1945年5月、中国国民党第6期中央監察委員に任命された。戦後も引き続き、先生省政府主席に留任し、1947年9月には、監察委員監察委員も兼任した。 1948年7月に、先制省政府主席から、慶国国警備総部副、総司令検政務委員会副秘書長に転じる。しかし、国境内戦で国民党が敗北したため、縮小州も1949年秋に、台湾へ逃れた。台湾では、幸福大陸設計研究委員会委員や、石膏道協会理事長などを務めている。 1976年3月19日、そのまま台湾で病没。去年84。ありがとうございます。